ゆっくり鉄道ミュージアムへようこそ。今回は JR 東海から短期間で引退してしまった500系新幹線についてピックアップしたぜ。どうしてわずかな期間で JR 東海から追い出されてしまったのか解説するから、ぜひ最後まで楽しんでいってね。今見てもとてもかっこいい500系新幹線は航空機業界に対抗すべく JR 西日本で開発された新幹線なんだぜ。今でも人気な車両よね。見た目だけでなく日本初の300キロ運転を実現するなどすごい車両だったんだけど、わずか13年で JR 東海を引退してしまったんだ。新幹線にしては短いんだぜ。どうして高性能なのに短期間で追い出されてしまったの？実はその高性能ゆえに、JR 東海にとっていくつか不都合なことが起きてしまったんだ。不都合なこと？まず、一つ目は、高すぎる車両コスト。500系新幹線は最高時速350キロを目標に、様々な技術が盛り込まれて開発されたんだ。性能向上には成功したけど、1両あたりの車両コストも爆増してしまったんだぜ。あらら、なんでコストが増えちゃったの？500系新幹線は100系、300系と違い全ての車両に電動車を使ったんだ。電動車？モーターがついてて車輪が回る車両なんだぜ。300系と比べて6両も多く電動車を採用したんだ。たくさんモーターをつけた分コストが上がったのね。さらに車両軽量化のためハニカム構造材という高価なものを車体に使用したんだ。前の300系ではシングルスキン構造というアルミ押し出し材を使われていたんだけど、車体が重くなってしまうからコストの高い方法で製造されたんだ。おかげで、当時の新幹線より20トンも軽い車体ができたんだ。高速化に徹底的にこだわったのね。500系は高速化の他にも騒音対策にもこだわったんだぜ。電車についているパンタグラフは、新幹線ぐらい速く走ると、大きな騒音を引き起こすんだ。そうなの？どうして騒音がするの？パンタグラフのような突起物が空気抵抗を増やして、風切り音のような音を出すんだ。あの新幹線特有の音はそういう仕組みで出ていたのね。最高速度270キロの300系新幹線ではパンタグラフの騒音対策として、大きなカバーが付けられていたんだけど、最高速度が300キロを超す500系新幹線では、そのカバーですら騒音の原因になったんだ。高速化に成功しても、今度は騒音の問題が発生したのね。騒音問題解決のため、パンタグラフにカバーを付ける方法から、パンタグラフの形を変える対策に変わったんだぜ。パンタグラフの形が流線形になってるね。他にも、謎の突起があるわ。この突起が騒音対策に役立っていて、アイデアはフクロウから来たんだ。え、なんでフクロウ？フクロウは獲物を捕らえるとき、大きな音を立てずに羽ばたけるんだ。フクロウの翼の小さな突起が空気の渦を小さくすることで、空気抵抗による音を抑えていたんだ。生き物から騒音対策のヒントを得たんだね。この流線形のパンタグラフによって騒音対策はできたんだけど、製造コストがとても高く、メンテナンスサイクルが短いため維持コストも高くなってしまうんだぜ。とにかくお金がかかるのね。ハニカム構造や流線形のパンタグラフ、その他の最先端技術を盛り込んだ500系新幹線は、製造コストも盛りに盛り込まれ、1両あたり約3億円、16両編成で48億円と、当時の新幹線車両、700系より10億も高くなってしまったんだ。10億円、さすがにここまでコストが高いと、効率重視の JR 東海が黙っていないわね。コストがかかりすぎたのか、パンタグラフに関しては途中でシングルアームタイプというものに改造されたんだ。以降、新幹線で流線形のパンタグラフが使われることはなかったんだ。少しはコストが下がったかな？残念ながら、まだまだコストは高く、仮に下がったとしても、追い出される要因があった。JR 東海にとって不都合なこと、二つ目。使い勝手の悪い車両。特徴的な見た目からわかる通り、500系のフロントノーズはとても長く、他の新幹線とは形状が大きく異なっていた。通常、新幹線車両は前後に乗降口が付けられているが、500系の先頭車両には前の乗降口がなかったんだぜ。
そのため案内を出す必要があった上、間違えて並んでしまった乗客の対応に、追われることもあったんだぜ。それは大変ね。当時、JR 東海では乗客が溢れていて次々に新幹線が運転されていたから、少し手間がかかるだけでも非常に面倒だったんだ。時間に余裕がなかったのね。序盤で話したと思うが500系は JR 西日本が開発した車両なんだぜ。だから、JR 東海にいた車両と座席配列が異なっていたんだ。それだと、なんか困ることがあるの？車両トラブルなどが起きて500系の乗客を代走しようとしても、車両ごとの座席配列が違うため、余計な手間がかかってしまうんだ。何より残念なことに、肝心な300キロの高速運転が東海道線ではできなかったんだ。500系最大のメリットが活かせないだと？東海道線が完成したのは意外に古く、線形が悪いため高速運転ができなかったんだ。高速運転において厄介なカーブが60箇所もあるんだ。60箇所は多いわね。500系を開発した JR 西日本の山陽新幹線では、カーブが緩く作られているから、高速運転ができるんだけどね。あちゃー。結局、東海道線で500系は最高速度270キロまでしかスピードを出せなかったんだ。JR 東海にとってはデメリットばかりね。そして、ある車両の登場が500系引退に、拍車をかけることになったんだ。ある車両の登場？ JR 東海にとって不都合なこと3つ目。500系よりずっといい車両がある。JR 東海と JR 西日本の共同開発によって誕生した車両、N700 系である。N700 系新幹線は、500系よりコストが安い上、車体傾斜装置がついているから速く走ることができるんだ。車体傾斜装置ってなんだっけ？カーブで車体を傾けることで、速く走ることができる装置だぜ。500系と違い、N700 系なら急カーブの多い東海道新幹線でも高速運転が可能で、4分も速く走ることができるんだ。車体傾斜装置って偉大だわ。さらに、N700 系は座席配列を今までと同じ作りにできたんだ。500系よりも安くて速い、その上座席配列が同じで使い勝手も良い N700 系は、積極的に導入された。500系は、次々 N700 系に置き換えられていったんだ。そんな、500系が置き換えなんて、でも性能だけ見れば、N700 系は上位互換だし仕方ないのかな。500系は次第に姿を減らしていき、2008年ではわずかに往復に、2010年2月28日、わずか13年で、500系は多くのファンに見送られながら、東海道新幹線を引退していったぜ。そんなあ、まだ乗りたかったのに。確かに東海道新幹線は引退してしまったんだが、JR 西日本区間では、500系こだまとして、今でも運用されているぜ。よかった。でも特徴である300キロ運転はできなくなってしまったわね。確かにその通りなんだけど、こだまとしては最速の285キロ運転が可能で、今までのこだまより、65キロもスピードが速いんだ。500系自慢のスピードはこだまとして活かされてるのね。さらにイベント列車としても活躍していて、2015年には、新世紀エヴァンゲリオンとのコラボで500タイプエヴァという、エヴァンゲリオン初号機をイメージしたラッピング車両が走行したんだ。めちゃくちゃかっこいいわね。エヴァンゲリオンコラボは、期間が延長されるほどの人気だったんだ。他にも、2018年にはハローキティともコラボしているんだぜ。500系は運用の都合から、JR 東海から追い出されてしまったけど、人気キャラクターとのコラボが実現されるほど、ファンの多い、大人気の車両なのね。その通りなんだぜ。500系が東海道新幹線から、引退してしまった理由を解説したきたけど、どうだったかな？新幹線はただスピードが速ければ、いいというわけじゃなかったのね。車両開発の難しさを知ったわ。視聴者の皆様はどうでしたか？他にもこんな車両を知ってるとか、衝撃的シーンなどをコメントしていってね。皆様のコメントや高評価、チャンネル登録がとっても嬉しいです。見てくれてありがとね。それでは、ご視聴ありがとうございました。